健康アドバイスをすると不条理に怒られてしまう理由。和夫さん、次のことを言うとすごく怒られます。先生の本や動画で少し勉強してなんとなくわからないけどこうじゃないって話すと相手がとても怒っています。そういう人とどのように話したらいいでしょうか。こうしたらいいよって言うと気分を害する人が多いです。だから朝散歩するとすごく健康がいいよ、セロトニンが出たり体内時計がリセットされるから精神科医の樺沢って人がそういうふうに言ってたよっていうふうに言うと怒り出す人がいます。なので基本的に他人を変えるっていうことに対する反発感なんだけども、自分の欠点を指摘されてるように思うんでしょうね。こちらとしては良かれと思って言ってるのに、言われた方としてはお前不健康だぜっていう風に言われてるとか、ある種マウントを取られてるように感じるんでしょうね。なぜならば自分に引け目があるからですね。逆に言うと相手が正しいことを言えば言うほど、例えば午前中ずっと家から一歩も出ないっていう人がいた時に朝散歩した方がいいよって言った時に、午前中ずっと家にいるってことは健康に悪いってことは薄々気がついてるわけですよ、その人は。だから怒るわけですね。自己防衛のためですよ、それはね。自分が可愛いからですよね。自分を守るためですね。謙虚な人とか素直な人っていうのはそういうくだらない自己防衛をしませんので、あ、そういういい情報があるんですか、分かりました、明日からやってみます、あ、すごい気持ちよくなりました、ありがとうございますっていう人もいらっしゃるんですね。そういう人はいわゆる素直っていう人なんだけど、そういう人は人からのアドバイスを受けてどんどん成長しますから、さっき言った頑固な人と比べて100倍から1000倍から1万倍ぐらいの成長速度なので、どんどん成長してきます。さっきの人は頑固と言ったらあれだけど、世の中の8割の人はそういう頑固な人、人の言うことをすぐには聞かない人、2割から1割ぐらいの人が素直力が高い人、人から言われたアドバイスととりあえずすぐに行動に移せる人、1割か2割でしょうね、に分かれるんですよ。だからそういう頑固派の人っていうかな、どんなに正しい素晴らしいアドバイスをしても拒否されます。そしてあなたがなぜか悪者にされます。そして怒られるんですね。なのでアドバイスする必要はありません。皆様がこのカバチャンネルとかを見ていろんなことを学んでいますけど、どうしてもあなたにとって大切な人とか家族とかにはアドバイスしていいと思うんですけど、誰でも彼でも言う必要はないと思います。なぜかというと、そういうふうにあなたとしては良かれと思ってるのにマウント取られたと思って怒られたりですね、逆に不快な気分にさせられるわけですから、いちいち言う必要はないんですよね。教えてくださいって言われた時に教えればいいんですよ。例えば、あれ最近なんか元気そうだね、どうしたのって、いや朝散歩してるんです。朝散歩って何ですか、いやそれ朝起きてから1時間以内に散歩するとすごくいいんですよ、樺沢という人がそういうの言ってんですよっていうふうに言うと、相手はスーッと、あ、そうなんだ、じゃあやってみますっていうふうに入るんですけど、相手が知りたいモード、聞きたいモード、教えてほしい、教えてくださいモードになっていない人に対して、こういうのありますよ、こういうのありますよ、こういうのありますよって言っても、突然ピンポンして訪れるセールスマンのようなモードになってしまうわけで、どんなにいい商品をおすすめしても絶対購入しないですね。自分が欲しいなっていうものに対しては心がオープンになってますけど、そうでない状態に対してはクローズになっている。それを無理やり開けて、お前これやれよっていうふうに健康ノウハウの押し付けをしたとしても喜ばれないで、相手は怒ってしまうという心理が働きますよね。だからせっかくあなたが良かれと思ってすごくいいことを教えてあげてるのに、なぜか怒られてしまったり、なぜか自分が不快な思いをするというね、ことっていうのはあるんですけども、そういう人っていうのは世の中の8割ぐらいに多いです。ということでね、誰でも彼でもこうしたらいいよ、ああしたらいいよっていうふうに言うというのはあんまりお勧めしません。あなたがそういう素直な受け入れる余力のある人や、あなたの大切な家族やごく親しい友人などには言ったらいいと思いますけども、そうでない人にいちいち言うと不快な思いをするのはあなたなので言う必要はない。ただし相手から聞いてくる時がありますので、そういう時には教えてあげたらいいです。詳しくね、教えてあげる。そうすると初めて相手も身につくので。精神科医樺沢紫苑のカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。